シケさん決まってますね。はい、何ですかこの格好は。もうこの今日の具志堅さん、どこからどう見てももうインディ・ジョーンズにしか見えません。何ですかこの、言われたことないんですよ俺は言われたことないんですよもう完璧です。そんなにいいですか。いいです。そのなぜインディ・ジョーンズなのかというと、ちょっと理由があります。はい、この夏インディ・ジョーンズが15年ぶりに帰ってきた。シリーズ5作目となるインディ・ジョーンズと運命のダイヤルの全世界同時公開を記念して、今回なんと具志堅さんとのスペシャル企画が実現しました。インディ・ジョーンズといえば世界を股にかける伝説の考古学者。はいはい、沖縄が世界に誇る伝説の冠足といえば具志堅さんということで、今回の企画が実現しました。うわー、そうですか、嬉しいですね。インディ・ジョーンズといえばアドベンチャー。そこで自然豊かなこの場所で具志堅さんにアドベンチャー体験を楽しんでもらいます。いろいろ準備しておりますので、うん、早速参りましょうか。行きましょう。はい、シャウ。ジョージ・ルーカスとスティーブン・スピルバーグがタッグを組み、ハリソン・フォード主演の超人気シリーズインディ・ジョーンズがこの夏最後にして最大の冒険へ。人類の歴史を変える力を持つ究極の秘宝運命のダイヤルをめぐり、考古学者にして冒険家のインディが因縁の宿敵元ナチスの科学者フォラーと全世界を股にかけて、陸海空と全方位で争奪戦を繰り広げる。巨匠ジョン・ウィリアムズのおなじみのテーマ曲に乗せて、インディ・ジョーンズと共に映画館で壮大な冒険を体験する究極のアクションアドベンチャーの幕が上がる。インディ・ジョーンズと運命のダイヤルは大ヒット上映中です。あ、こんにちは。私の名前はインディ・ジョーンズと申します。ノーあら、ノーノー。俺が知ってるのはボーイスカウトっていうのよく昔から聞いてる。この小学6年生から中学3年生までがボーイスカウトっていう名前になって、年齢とか学年で分けるの？そうです。カブスカウトはこの小学3年生から小学5年生までの子たちが通ってる団体です。カブスカウト。カブスカウトです。カブスカウトね。はい、かわいいかっこいい。そもそもボーイスカウトっていうのは何をする？ボーイスカウトっていうのは、こういう野外活動とか、あとは奉仕活動を通してこの自主性だとか、あとは団体行動っていうのを育てていくっていう団体です。地域の、はい、キャンプとかだったらボーイスカウトになると、例えばテントを張る、食事を作るとか、撤収も全部自分たちで全て行うとかだったら、訓練とかこれするんですよね、いろいろね。屋久島でキャンプするとか、あとはまたどっか行って、そう、西表島のこの登山だとか、あの山に、そうです、西表島の、はい、はあ、じゃあヤンバルとか行くんですね。そうですね。何年生ですか？あ、自分は高校1年生で、今ベンチャースカウトっていうのに入ったばっかり。入ったばっかりですね、1年生だからね、高校1年、はい、16歳か、はあ、なるほど。ボーイスクに何に参加しようと思ったの？キャンプとかあるって聞いたから、なんか楽しそうになって、だから入りました。料理とか作るのが好きなので。お、料理か。料理が作れるみたいなこと聞いて入ってみた。僕はサバイバルとかが好きで。サバイバルは、はい、いいね。好きなので入ってみました。他にも友達を増やしたり、みんなで自然活動をしてみたかったので入りました。これいいね、やっぱ友達を作るってのいいよな。
うん、たくさんいた方がいいもんね。今日はですね、うん、はい、今回この追跡サインといって、はあ、この自然のものを使って隊員、はい、まあ、他の人たちを導いていくっていう、この追跡サインっていうのを今日は訓練しています。追跡サイン。追跡サインとは、木や草、石といった自然のものを目印代わりに使い、後からやってくる仲間に進む方向や危険などを知らせる秘密のサイン。今回具志堅さんにはあらかじめ用意された追跡サインを読み解きながら謎の秘宝を探してもらいます。もう行きましたね。そうですね、追跡。これはこのさっきも言ったこの自然のもので作られた、はい、このサインを追っていくっていう訓練ですね。そうそう。で今これ今見えてますけど、これはこの方向を出してますね。石20個置いてあるんで20歩分っていうことで。ああ、そうですね。だから20歩分この枝の行きなさいっていうこと。10、11、18、19、20。はい、ここに何かありますね。何か書いてあるんですか。拾ってみますか。うん、この中に何が入ってるんでしょうか。はい、ゆたんたいた、これはたかたかさ、さたら、よなばるのたぬきよりって書いてますね。よなばるのたぬきより、うん、たを抜くってことでしょうか。たを抜く、た抜きで、たぬき、あ、よなばる、なばる、うん、ね、もうよなばる一段株の書追跡サインサインサインよ、おおですね。はい、探してね、もう追跡サインを見つけて、いくつ見つけきれるかなっていうことですね。イメージですね、最終的な。はい、20、これ印だ。そうですね、ね、だよね。これも矢印、うん、これですね。これですね、ちゃんとあっちを指してますね。うんうん、次のサインが、あ、これか、これですね。ん、これは何ですか、これこれ、これ棒が刺す先に、ここですか。じゃあそうですね、こっちの方向に。あ、そう、あ、ありますね、これですね。ありますね、ありますね。するとこの方向ってことです。この方向になってますね。そうですね。ん、はい、何かこれですね。あ、ありますね、ありますね。するとここです。さっきもありましたね、これ、はい、石10個なんで10歩ってことですね。こっちですか。7、8、9、10と何かありますね。地球儀だよ、これ。地球儀ですね。地球儀です。ジョーンズさんが多い、忘れたかな。持って帰る、忘れた、ジョーンズさん。おお、紙が入ってますね。ジョーンズさん、あ、ちょっと何、大里内丸公園って何ある。お宝ゲットかと思いきや、次なる指令。メッセージが示すのは南城市の大里内丸公園。何かあるんですか、ね、とりあえず行ってみます。行ってみましょうか。じゃあ行ってみましょう。はい、行ってみましょうか。じゃあ、すごいな。具志堅さんと岩崎団員が続いてやってきたのは南城市の大里内丸公園。ここが大里内丸公園ということで。 ありましたね、はい、ね、さっきの指示書にあった、指示が来ました、公園ですね。ここですか、はい、そこで待ち受けていたのは小学6年生から中学3年生までが所属している隊、防衛隊は2つ、レオ班、ファルコン班と書いてますね。防衛とファルコン、これが班章ですね。あ、班章、これ、あ、かっこいいね、かっこいい。あれはな、カンボリワシかな。あれはファルコン班。わしはファルコン。ファルコン。ここから具志堅さんには先ほど教わった追跡サインを読み解きながらハイキングを体験してもらいます。まずファルコン班が先に出発し、地図とコンパスを使って追跡サインを残しながら進みます。その後レオ班と具志堅さんが遅れて出発し、追跡サインを見つけながらゴールを目指します。はい、行ってらっしゃい。お、元気いいぞ。いってらっしゃい。レオハンと具志堅さんは少し待機。ここでみんなにボーイスカウトの歌を教えてもらいました。はい、
キャンプだほい、キャンプだほい、キャンプだほい、ほいほい。キャンプだほい、キャンプだほい、キャンプだほい、ほい。初めて見る山、初めて見る川、初めて泳ぐ海。今日から友達、明日も友達、ずっと友達さ。3番まで歌ってまた1番に戻るんだね、うん、ずっとこう、うん、繰り返しだねじゃあ時間になったので出発しましょうか。じゃあしましょうか。はい、はい、気合い入れましょうか。はい、行くぞ。ここで、あら違うか。さあ、あるね。ちょっと待って、はい、あんたたち、目がすごいな、うん、あれ、そうよな。左にはたぶんこれが あったこれすげえあった。こっちに行こうってことですね。じゃあ、あれもそう、たぶんそうです。あ、よく見るねかかってる。さすがだよ。だから、あ、これそう、これそう。大里内丸公園を後にし、ここから大里城址公園のある方角へと進みます。もう迷子になったら大変だからなあと戻りができないんだよ。そう、この追跡サインはもしもの場面で携帯電話などの通信手段が途絶えた場合にも役立つ大切な伝達手段でもあるんです。あっちをこう行ってこう行けってことじゃん。そういうことや。まっすぐ行って左に行けという。ここさっきの印はそうだった。キャンプだほい、キャンプだほい、キャンプだほい、ほいほい。キャンプだほい、キャンプだほい、キャンプだほい、ほい。初めて見る山、初めて見る川、初めて見る泳ぐ海。今日から友達、明日も友達、ずっと友達さ。キャンプだほい、キャンプだほい、キャンプだほい、ほい。キャンプだほい、キャンプだほい、キャンプだほい、ほい。いや、ここすごいお家だったんだね、これね、これね。誰かがやっぱ住んでたんですよ、これ。塀があって、うん、この門入り口、やっぱ城だよこれね。大里城址公園の敷地に入りました。お、下っていく。あ、え、目標的に近い。ちょっと待って。あ、来た。よく見つけるね。これ。またでも。あった。違う違う。目的地近しの子。しかも矢印だ、矢印。花が結ばれてますね。これ意味があるんですか。いや、なんか人間が作ったっていうの。人間が作ったっていうのあれか。なるほどね。あら、結ばれてるんだな。じゃあ、あっちにそのまま直進。ね、ここゴールでいいってこと。どうだろう、でも。なんか赤い紐が。あれ、赤いのそう。何見つけたの。まだ持ってない。まだあるの。え、今これ拾ったよね、石に隠れてた。なんだこれは。暗号。え、L71。おい、ちょっと待って、どっから出てきた。そっちから、後ろに。わからかったな。これ今これ拾ったけど、これ何ですか。最後に残されたのはファルコン班も知らない謎の暗号。みんなで力を合わせて読み解きます。手旗じゃんこれ。手旗なの。手旗、手旗信号。手旗信号かな。ちゃんと、あ、このなんかみんな一手旗って、ね、信号って言ってるな、みんなが。手旗信号とは、手旗の動作で遠くの相手にメッセージを伝える手段。その手旗信号に当てはめると、謎の暗号は数字の2、7、8を表しているそうです。これを278に持ってきて、
今いるところから見て278度に何かあるよってことなのかなっていう、うん、今推察が。アドベンチャーの旅もいよいよクライマックス。なんでここにこれがあるの？どういうことだ？2、4、6、8、10個。10歩あっちの方向。うわあれちょっと待て、とりあえず上まで上がってみよう。上がるぞ。よし、はい、ここが本当のゴールだよ。ゴールだ、はい、ほら、うわあれちょっと待て、あれ出発したところじゃないの？そうですね。お公園だ。なんだよあれあそこ歩いてたな。そうですね。すごい失礼。そうです。奥には海も見えますしね。あ、左右、あ、左、右。ここ登ったことあるの、みんな、どう、ここ。いや、ないです。初めてです。もう、全員初めて、ここ。はい。よかったな、じゃあ、ゴールで。具志堅さん、はい、なんか。すると。え、あれ？あれ？これ、誰が持ってたの？いや。あれ、あった？なかったと思います。ない、うん。ぜひ、具志堅さんが集まって。お願いします。行きます。なんか怖いちょ怖いだからバーって出てくる。今怖ったらやばいけど。怖い怖い怖い。はい、もう一気一気一気逃げ。黒いのが見えた。お札？なんで？なんですかこれ？なんだこれ？電話？電話？うわー。黒電話。懐かしい。懐かしいの？ここで黒電話。なんかある？皆さんすいません、お疲れ様でした。はい、あの実はあのこの中にあの今日参加してくれた与那原第一団の皆さんにあの実はグッズのプレゼントを用意してたんですね。うん、持ってくるの忘れてしまいました。嘘でしょ。ほらもうほらもうすっごい期待してるのね。一番の楽しみよ。これはもうすぐあの近いうちにみんなに渡しに行くので。ありがとうございます。はい、でも届くの届くね。届きます。じゃ楽しみ。はい、あのインディージョーンズの、あの映画に映画のグッズです。おー後日改めてカブスカウトとボーイスカウトのみんなには具志堅さんと一緒に宝探しをしてくれたお礼としてインディージョーンズと運命のダイヤルオリジナルノートブックをプレゼントしました。この電話はもうあのちょっとそれ忘れてしまったのでとりあえず、ま、急ぎあのダイヤルを入れました。はい、どういうダイヤとダイヤルかけたの？違う運命のダイヤル。あって不明のダイヤルが見つかりました。ダイヤルですね。与那原第一弾の皆さんご協力ありがとうございました。じゃあ映画館行こう。映画見に。おーいい、ね、ゴーゴーここで番組をご覧の皆さんにプレゼントのお知らせ。こちらのインディージョーンズと運命のダイヤルオリジナルグッズをそれぞれ抽選でプレゼントします。 OTB のウェブサイトから応募フォームへ進み必要事項とご希望の商品キーワードを明記の上お申し込みください。キーワードは運命のダイヤル。たくさんのご応募お待ちしています。沖縄にあるんですか茶畑が。次回は沖縄県産の緑茶。具志堅さんも発見と驚きの連続、はい、これじゃほらこれで圧力をかけながらですね。かけながら、はい、どうですかお味の方は。うまい